こんにちは、手相家の西条幸恵です。今日は9月の14日がお誕生日の人の傾向や使命、真の姿や成熟目標などについてお話しします。ご本人さんも、身近な人がこのお誕生日の人だという人も、その人の可能性を改めて知り、それぞれ今日からの毎日に役立てていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。9月の14日生まれさんは、乙女座。知的でコミュニケーション能力に優れる一面を持っています。賢明で人懐っこくて社交的ですね。天性の商売の才能がありますよ。で、楽観的な方が運気がよくって、問題解決能力を高く備えています。多彩ですね。活動的で楽観的な方が運気がいいし、人と関わろうとする、社交的であればあるほど運気が良かったりするので、開けていればいるほど良いという風なタイプの気質を持っています。あ、これねじれてるな。あ、なった、はい。で、この人の、自分って難しいなというか、自分って捉えどころが難しいなと思う一面としては、極端であるとか、気分が変わりやすいって一面を個性として持ってるんじゃないかなというふうに思います。いつも辛い地の、楽観的でとか、いつも問題解決能力高くてとか、いつもコミュニケーション能力高くてとか、いつもこう人懐っこくて社交的でとかっていう風な、基本的はそっちであった方が運気がいいってだけで、そっちがデフォルトじゃないみたいな感じの人やから、結構ねニュートラルから、陽の方に行ってる方の方が運気はいいんやけども、バーンって陰とか、破壊的とか攻撃的とか、そっちの方にも持ってるんだよね。だからそのライトで明るくて開かれてる方っていうの、楽観的で社交的で問題解決能力があって向上心があって快活でみたいな方の、自分でずっと折れたらいいって、それはちょっと思うと思うねんけど、それだけではないっていうのはこの人の、自分って捉えどころがないなというか、やりにくいなって思うところと、難しいなって思うところでもあり、その人の深みでもあるかなと思いますね。で、基本的に気分が変わりやすい、だからこうその振れ幅みたいなものをいかに自分で活用していくのか、だけじゃダメなんだよねっていうのはこの人やって、楽観的だけ、社交的だけ、前向きなだけ、明るいだけっていうよりかは、この日は明るい、この日はすごくこう積極的なんだけども、この日はちょっと内省的で思慮深くみたいな、こうオンとオフがちょっとこうパチッパチッとこう、パチッパチッじゃないな、ちょっとこうね、こうパラメータで、今日はこっちより、今日はこっち、あ、強いよこっち、なんか雨が降ってこう気圧がこうやから、もうちょっとこっちみたいな感じで、ちょっとねこうムラがあるよね。あ、そうね、ムラがあるっていう風な言い方の方がいいかな。だスイッチングというよりかはパラメーター的な感じの変わり方をするんじゃないかなと思うし、それに対して自分でも、自分ってつかみどころが難しいなとか、いつもポジティブでいつもいい面だけやったらいいのになっていう風に、コントロールとかさ、目標達成とか、そういうことを思ってる人間は難しいなって思ったり、自分の捉え方とか、自分とはみたいなさ、占い行ったりさ、性格判断とか受けたりするときに、こっちの面もこっちの面もあるなみたいな感じになってしまうっていうのが9月の14日の個性みたいなもんですよね。でもそれがあるからこそ色気があったり、賢さにムラがあることによって、その知識の幅が広かったり、アホができたり、なんつったらちょっとこう、癖というか引っかかりがある、優しいだけじゃないみたいな、ちょっと意地悪なところがある方が人をちょっと引きつけるスパイスとなったりするので、それ含めて自分であるっていうのがこの人かなというふうに思います。で、自立心が強くって、自分が興味がある瞬間、自分が興味があるモードの時には非常に強いこう勉強熱心だったり、強い信念を持ったり、知識を吸収しようとしたり、そのやる気を持ち、めちゃくちゃ勉強できるみたいな感じのモードがあると思います。
で、細かなとこにもよう気がつくので、細かい仕事とか、ニッチな仕事っていうか、プロフェッショナル的な、そんなとこまでやっぱ見てくれんねやとか、そんなことまで考えてんねやろとか、そんな見えてないとこまでやってんねや、些細なことまで細こうやってはんねやみたいな、そういうふうな、仕事ぶりが認められるような、味が変わっていくような、仕事っていうのは非常に向いています。ただそれをずっと維持しろっていうのはちょっと苦痛だったりするので、変化を求めるような仕事の方がいいと思うんですけど、人と、だからその細かさっていうのは、自分の仕事に対してもそうやし、他人に対しても出てくるところだから、人に接する時に細かかったりとか、細かすぎたり、で人って自分が思ってるほど細かくしたいとか、それを求められたり、自分も細かくきっちりやりたいと思ってないことって多いんやんか。だからなんで言ったのに言う通りにしてくれへんやろうとか、この前も言ったのに全然言う通りにしてくれないとか、イライラしたり高圧的になったりするねんけど、人ってそんなにきっちりしたいって思ってないねんみたいな、そういうね、諦めっていうか、正しさだったり美しさだったり、細かくピシッとなってることっていうのを他人に求めるっていうのは、人生の早い段階で諦めてもらうっていうのがいいと思いますね。お仕事とかさ、そういう、なんつったんや、そういう機能をも、そういう機能が絶対求められてる組織とかじゃない限り、一緒に生活してて、こういうふうにやってね、守ってねっていうのは多分守ってもらえないみたいな、そういう諦めは早い段階で持たないとしんどいかなと思います。そういうふうにできてないと私は思う、人の大多数は。そこは、まあ、一人相撲にならんように、ある早めに諦めましょうっていうところですね。で、まあ、何しかこういうのと、そのスイッチというか、そのプラメーターというか、その調子がいい時っていうものに、これだって出会った時の熱意とかすごいから、こうガッとアクセルが、こうギアがグッと入った時の熱意と瞬発力がものすごいですね。で、それはね、コントロールできるもんじゃないと思うんで、運ゲーやと思うので、いかに、まあ、機嫌よく、ムカつかずに、いい状態にセッティングしていくかってことは大事だと思うんですよ。ご飯を食べるとか、しっかり寝ておくとか、人間関係をきちっとしておくとか、向いてない仕事せえへんとか、向いてない環境を作らないとか、休める環境を用意するとか、そういうこう、自分のセット感っていうんですかね、っていうのがあって、それにこう出会って、今日めっちゃ乗ってるなっていう時の出会い、そしてやる気等がぶつかった時に、すっごい瞬発力と、スピード感、初速、瞬発力を出したりするので、そういう短期決戦的な成功力がめっちゃ高かったりするんですよ。だから、例えばやけど、大人になってからさ、まあ、子供でも構わへんでも、こういうの勉強したいと思ってやる気満々で、お月謝包んでさ、1期生何期生って頑張りますって、そこのチームに入ってやる気満々です、毎月毎月いいテンポで通える時って、首席取ったりするんですよね。その学、その年度のトップとか、その年度の一番できてる、一番やる気がある生徒みたいな感じの、そういうこう、ただそれの、持続力、持続性、それがずっと続くのかっていうと、それはちょっと無理やと思うっていうのが、9月の14日なんで、その、まあ、その乗ってる時にそういう勝負をかけるっていうのは、信じていいと思います。人の4倍ぐらい早かったりするんちゃうかな。で、大きな成功を収めやすいですね、そういう面では。で、自立心とか独立心とか、反骨心ですね、ちょっとこう、クソやってやるぞとか、爆裂された悔しい、見返してやるとか、そういうのがね、なんつったらいいのかな、悟らなくっていい、そのまま持ってた方が、これってきた時にバンって走るっていう速さは、そういうのも栄養になってると思う。だから、悔しいとか、見返してやりたいとか、ギャフンと痩せたいとか、そういうすごいって言われたいとか、そういうなんかまっすぐの欲望っていうのは、この人のよ、なんやろな、意欲になるので、しっかり置いておいた方がいいですね。なんか誰やったかな、私漫才師さんとか、まあ、関西人やからなんかお笑い芸人好きやねんけど、思い出した、南海キャンディーズの山ちゃんの天才を諦めたっていう本があって、南海キャンディーズの山ちゃんって、まあ、日本の、まあ、トップのお笑い芸人さんやな。その人が、
若手で売れてなくってバカにされてた時に、あいつにこんなんこんなん言われたって、高校の営業でこんなんこんなんされたって全部ノートに書いてんねん。で、あの今日は勉強するのだるいなとか、今日はネタ出しするの嫌やな、遊んでたいな、ビール飲んで寝たいなって思う日もそのノートを見て、いやこんなんしてる場合違うわって、勉強せなって言ってネタ出したり、面白いって何かって考えたり研究したりするっていうのをずっとやってはるみたいなのを書いてはって、そういうね悔しかったことをあの書き留めて思い出せるようにしておくっていうのは向いてる作戦だと思いますね。9月の14日なんかそういうなんか悟りとか、あの宗教とかでさ、あの許しましょうとか忘れましょうとかっていうのも あるレベルからいいと思うんやけど、あの実力が足りなくってがむしゃらに頑張らないといけない時にどうしてもほらやる気がない、もうめっちゃダウンしてしまう時ってあると思う。その時にこうあの、まあ、極まで行ってしまったら、極端に行ってしまったら無理やけども、まあ、かけがち何落ち込みかけぐらいの時はこうグッと戻ってくれる、そういう、こう悔しかったノートとかこうなりたいノートとか、別にポジでもネガでもどっちでも構わへんねんけども、ポジティブでもネガティブでもどっちでも構わへんねんけども、そういう、こう自分の意欲をかけ立てるものっていうのを手元に用意するっていうのはこの人のまあ運転方法というか操縦方法というかすごくいいだろうなというふうに思いますね。あのほらダイエットとかやったらその望みの体型のポスター貼るとかさ、こんなんなるとか、こんなんでなんかデブって言われて悔しかったとか、そういうのもいいと思います。何しかこの人はその人生一日とは言わんけど、そのまあ人生の流れとして挑戦と力の発揮っていうのの繰り返しを求めるんですね。だから挑戦して発揮してピークを迎えて突き受けして、挑戦して発揮してピークを極めて脱力してっていう、そのサイクルがくる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 回っていけるっていうのが、あの9月の12日がこう自分を使い切った、納得したっていう風にやっていけるっていう風なサイクルちゃうかなと思うので、あの決して楽したいとか、あのなんやろうな、できればこう何もせんといきたいとか、そういう風なのは、まあ、頭で思っても魂では求めてないんじゃないかなみたいな感じはありますね。自分の能力を使い切る喜びっていうのはどうしても人間って持ってんねんけども、そういうものに対して結構ハングリーというか飢えてるというか求めがちですね。だから、まあ、変化を好むし、あのサバゲーみたいなサバイバル的なさ、こういう局面でも自分をこうやって生かせば生き残れるみたいな、そういう場面に放り込んだ時にこういう風に活力を見出すみたいな、ちょっとね、あの変化を好むところが強いですね。だからまあ、あのマンネリ化してきたり、やる気がなくなってきたら、自分挑戦と力の発揮がなくなってきてるんじゃないかなっていう風なあの感じで元気を取り戻すっていうのも一つの手だと思います。あのだから旅行とか教育とかを通して人生が広がるタイプですね。あのどんどんあのそういう消費っていうか丁寧に消費体験していくっていうのは大事なことだと思う。新しいことを自分にやらせていく、でちょっとできないことをできるようになるっていう風な関わりっていうのは、つどつどカンフル剤として入れていくと自分が気持ちよく伸びていく体験っていうのは何度も体験できるんじゃないかなというふうに思うし、それはコアントにとっての喜びなんじゃないかなと思いますね。で、あのコアントはね、言語能力が磨くとめっちゃ高くなるはずなんですよ。そういう、まあ、種というか部品っていうのを持ってて、あの自分の本心を知ろうとすることってめっちゃ大事なんですよ、この人にとって。その村があるから、であの欲望とかも明確に、どんな、なんていうの、チープなもんでもいいんですよ、チンプなもんでいいんですよ。あのかっこいいと思われたいとか、あいつをギャフンと言わせたいとかっていうのが原動力だって全然構わへんねんけど、それを捉えられることができるかっていうのが大事やって、なんかみんなのためにとか言ってるのは大体何やろな、綺麗事というか後付けやって、ほんまはすごいって思われたいとか、あのお母さんに褒められたいとか、なんか自分の無力感と向き合うのが嫌だから勉強してるとか、そういう何やろな、もっと根源的なところに気がつく必要があるんだけど、それができる9月の11日はめちゃめちゃ運勢強くなっていくんですよね。その雪だるま式に強くなりやすいというか、で、そこにつながってるのが、まあ、言語力ですよね。高い分析能力を持ち、それはおそらく言語によって、伸ばされます。だから説明とか説得とかがうまくなりやすいんですよ。そういう仕事つくのもいいと思うし、そういう仕事につくから伸びるっていうのもあるし、その例えば
お話とか説得とか、なんかそのなんだっけ、あの通販雑誌あるやん、あれあのねコピーライターさんでまあまあ売れてる翡翠小太郎さんっていうコピーライターは、あのどうやってナンバーワンになったかっつったら、ナンバーワンなんねんけど、あのチラシとかでさ、あの作って、あの営業一番なんねん。どうやって勉強したかっつったら、通販生活っていう有料の通販雑誌があって、それを全部丸写しして、あの書き写して、どういう風にこの商品はどういう構成で紹介したら、あの買いたいって人は思うのかみたいなものを、あの何冊か写して書くことによって覚えて、でそれでコピーライティングをするようになったみたいな、そういう訓練であったりとか、あの、まあ、落語家さんの話を聞くとか、漫談師の話を聞くとか、漫才師だったりとか、あのテレビショッピングの音声聞くとか、あのラジオだったりね、その何か日本語を操って人を説得する商売っていっぱいあるじゃん。あの面白いでしたろとか、こう思いますよねとか、これ買ったらいいと思いませんかとか、こういう風に考えた方がいいと思いますよみたいなとかさ、いくらでもあると思うねんけども、そういうあの言語のセンス、あの別に物書きでも構わへんし、その言語を使った仕事だったり、あの自分を使っていくっていう風な戦い方を、あの武器にしようとする練習方法、まあ練習は勉強は、やったらめっちゃ伸びると思いますね。そういうセンスがある星を持ってるんですよ。で、高い分析能力とともに言語のセンスっていうのを持っておりますね。で、それと同時に自制心、自分を抑える気持ち、どうしてもその野心とか独立心とかが強い方なので、あの我が我がになってしまう自分っていうのが多分邪魔をしてくると思うんですよね。で、それは例えばそのすごいだろうだったり、お前なんか大したことないんややったり、絶対いらんこと言ってくんないだったり、そのありとあらゆるその、攻撃心であったり、こう恐怖心であったり、あの出て漏れ出てしまう、自分の自我みたいなものをいかにきれいに抑えていくかっていう、あの素直さみたいな、なんつったらな、まっすぐが一番強いんですよね。で、あの私ダンス習ってたことがあって、社交ダンス8年やってて、先生にずっと言われてたのが、あの個性っていうのは後からそのにじみ出るもんだから、一番いいのは個性をなくすことで、あのそれでも出てくるものが個性だから、癖を取るのが一番綺麗に踊れる練習ですみたいなんで、癖のない踊りっていうのをずっとスローガンに勉強させてくれた先生やったんですけど、あのそういうなら癖みたいなものを抜いて抜いてやってって、それでも出てくるものが個性であるみたいな考え方っていうのが、この人が自制心を鍛えていく上では非常に、方向性としては同じ考え方なんじゃないかなと思います。はい。で、理性と直感、その自制心もそうやねんけど、自制心だったりその、文章の力、言葉のセンスっていうのも理性と直感の分野になってくるんですよ。で、あのそれを伸ばしていくと人間関係づくりでも、あの絶対的に役に立っていきます。冒頭でコミュ力とか人懐っこくとか社交的とかって冒頭が出あの文章が出てきたと思うんですけども、それはこの人の、分析能力と言語力の、能力が上がった時に発揮される才能として出てくると思います。で、まあ、あの9月の12日自体がそういう野心的であったり、あの勉強する気であったりとかが、あの瞬間的にガッて伸びたりするので、あの知識の重要性っていうのを知ってる人だったりするんですよね。だから物知りを尊敬するっていう風な傾向にあります。だから先生みたいなものが何人もおった方が運気はいいと思いますね。この人こんなに知ってる、すごいみたいな、そういう人がたくさんおるっていうのが幸せかな。それは別に死んでても生きてても構わへんから、なんか松陰先生とかガンジー先生とか、あのお釈迦様とか、たくさんいろんなことを知ってる悟りを開いた人たちの知識を鑑みるっていうのはすごくいいですね。でそれを思って、あの自分の短所をまっすぐに、自分の欲と短所をまっすぐに受け入れられるようになると、こんなに強くなりますね。で、この人はリーダーというよりか組織力が強くって、他人と協力する、人の協力のもと成功していくってところがあるので、協力してあげる、協力してもらうってことが上手にできると百人力ですね。本当に言葉通り百人力の力を発揮して成功していく。で、孤独を好むうちはちょっとね、もったいないんですよね。現実的で実利的であり、
意志が強く健康である。だからその仲良くなっていき、他人の力を自分の力として活用できるようになる、大人の強さですよね。持ってますね。そういうのが発揮できていくといいと思います。はい。で、人生の区切りとして8歳と38歳ですね。8歳から38歳までが、まあ、団体における自分、群れの中でいかに自分がこう、組織力、他人と協力するとか、自分を人の役に立てるとか、そういう面で活用していくことってどういうことなのかみたいな感じに尽力していくってことがテーマになっていきますよと。で、38以降っていうのが、まあ、個人の力っていうのがこうスポットライトが当たりやすくって、その社会、群れの中での問題解決能力の発揮であったり、そういうこう切り込み隊長的な営業であったり、説得、説明、何かしらの布教活動であったりみたいな、群れとしてそういうこう一つのこう何つうの、攻撃力として活躍していくみたいな感じっていうのが38歳以降になっていくと思います。はい。でここまでの話っていうのは、私の占いの、星占いの知識と数秘術の知識と心理学の知識と易と気学の知識を持って喋っています。なんですけれども、私の専門は手相占いなので、手相を見せてもらうともうちょっといろいろよく喋れます。今日なんかやったら9月の10日って日にちで区切って喋ってるけれども、これは言うたら9月の10日生まれの方でもそれぞれ多分手相って違うと思うんですよ。で手相はまあ基本的に遺伝に依頼するものが多いんですけども、双子でも違うね、手相で。その人のこととか、その人のまあ個性であったり向いてるものであったり、まあ、考え方の方向性とか気象みたいなものが分かるのと、運命の流れと生命バイオリズムの流れっていうのが分かるんですね。だから、今やったら8歳と38歳って、これは星占いの知識やって、手相でもそういうの分かるんですよ。ここ何歳、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 ここ何歳って年齢読んでいくことができて、で今の年齢でこう、ここは何歳やから、今ここやから、何年後に生命線変わる、命線変わるから、何年後に開運期来て人生の流れ変わるよとか、ライフスタイルここから多分始まってるとかも14年後に変わるよとか、14年後には多分違う仕事、違う住み方、生き方してると思うよみたいなことが言えたりします。まあめっちゃ面白いので、そういうの好きな方はぜひ手相見せに来てください。はい。で次、パートナーシップですね。9月の14日生まれさんの、恋愛とか仕事におけるパートナーシップ、経済を共にする仲間は、一番身近な仲間ですね、はどんな感じの人がいいのって感じの話なんですけども、9月の14日自体は知性とちょっと自分の不安定さっていうのが、まあ、ネックというかキーというかあるので、地味でやぼったくでもいいから、真面目で安定してる人がいいですね。9月の14日自体がフラフラしてるから、それに合わせてフラフラされるとしんどいわけグループチームとして。だから9月の14日自体はパッとせえへんなって思うかもしれへんけども、非常に着実でしっかりしててこう真面目であるとか、すごくこう基盤がしっかりしてるとか、生活とコストをめっちゃ抑えてめっちゃ実直に商売してちゃんとお金貯めれてるとか、こう堅実な感じっていうの、ランニングコースターについてすごくしっかりしてて、華やかさ、たくさん借りてたくさん使ってたくさん商売というかは、ちっちゃい予算でちっちゃく回してきちっと利益上げて、半分は貯金して投資してみたいな感じの、地味だけどもちゃんとやってる感じの人っておるやん。ああいう人が味方につくと、恋愛でも仕事でも非常にその9月の14日自体に軸が通りやすいというか、もたれかかるものがすごくこうしっかりするので、あ、トンってついたら、あ、またこっちにみたいな感じのこう戻り方がすぐできるっていうか、そういう人がいると強いかなと思いますね。ただまあそういう人が言う言葉って多分しゃらくさかったりとか、なんやろうな、お母さんの小言みたいな感じに聞こえるから鬱陶しいなと思う時あると思うねんけども、自分にないものやみたいなそういうものをこうもた与えてもらうっていうのは、しっかりこうパートナーシップとしていいんじゃないかなと思いますね。逆にその9月の14日のその瞬発力であったりとか、こう瞬発的なこうダッシュ力とかっていうのも、そのパートナーに、ああいつすごいなって、ちょっと自分も頑張り習慣でやってみようかなみたいな感じの刺激っていうのはきっと与えられると思うので、良い与え合いっていうのができるんじゃないかなと思います。はい。というところで、
ここまで聞いてくれてありがとうございました。楽しい人生を送ってくださいね。応援しております。それでは、ほなね。